伊勢神宮の内宮を潤した伊豆津川がやがて伊勢湾に注ごうとするあたり、ここに架かる志和井橋、この橋から下流へおよそ500メートル、ここに伊勢神宮の塩田があるのです。この塩田で採管作業、つまり濃い塩水を作る仕事が行われ、人々はここを三塩浜と呼んでいます。三塩浜の総面積はおよそ6600平方メートル。そのうち塩田の広さは1200平方メートルほどあります。三塩浜のそばの堤防には百合といわれる水門があります。潮の満ち引きによってこの水門を閉じたり開いたりして塩田の溝に入る塩水の量を調節します。塩田の周囲に作られた溝は広いところでおよそ 1.5 メートルあります。作業に入る前日にはすきで深さ15センチメートルほど掘り返し平らにならしておきます。満潮の時に海水を入れて塩田を浸します。この付近の干潮と満潮の差はおよそ1メートルで、その中間の高さにこの塩田は作られています。このように満潮の面より低い位置に塩田を作り、ここに海水を導き入れて行う製塩の方法を入り浜式製塩法と言います。入り浜式の塩田は日本ではただ一つの貴重な塩田となりました。伊豆川の河口にあたるこの地は海水と真水が程よく混ざります。そのためきめの細かい良い塩ができるのです。三塩浜に入れた海水は干潮の時に出しておきます。採管作業は菊川さん、南平さん、吉川さんの3人の作業員によって行われます。まず穴の中の湿った砂を浜桑で掘り起こします。この穴を縫いと言います。縫いには下穴があり、ここに濃い塩水がたまります。縫いの砂で浜を広げます。浜を広げる作業とは、この砂を塩田一面に撒く作業のことです。砂が塩田全体に平均し一定の厚さになるように撒かねばなりません。腰のひねりで砂を思い通りに散らすこの動作は長い経験のなせる技なのです。この作業は7月下旬から8月上旬にかけての1年で最も暑い土曜の頃に行われます。作業の期間はおよそ1週間です。昼になって浜を返す作業、つまり砂がよく乾くようにマグワでかき起こす作業をします。塩水を含んだ黒っぽい砂は強い太陽に照らされて次第に白く変わります。乾きが十分でないときはもう一度この作業を繰り返します。最も暑い時期のこの作業、素足に焼き付く砂の厚さも神宮に奉仕することの誇りがそれを乗り越えるのです。真夏のむせ返る塩田での重労働も一段落、砂が乾くのを待ちます。楽しい憩いのひとときですが、話題はいつも空模様と天気予報のことです。雨が降れば今までの重労働は全く無駄になります。どうぞ晴天が続きますように。砂が乾いたところでエブリを使って浜寄せの作業に入ります。直線上の砂山は見事な造形美を示します。
浜寄せされた砂を石という運搬用具で縫いに運びます。一見単純な労働とさえ思えるこの仕草の中にも、石に入れる砂の分量の確かさと運ぶ二人のタイミングの素晴らしさが潜んでいるのです。長年の経験が作り出した特技の発表の場です。塩たごで溝の海水を運び、縫いに注ぎます。この作業は塩を襲うといいます。縫いには藍走りという麦わらの巣を置きます。これは塩水を注いだ時に砂が掘れないようにするためのものです。下穴に濃い塩水がたまると塩たごに汲み取って運びます。塩水の濃さを比重計で調べます。普通は15から16度ぐらいです。この濃い塩水、つまり淡水を4頭ダルにいっぱいになるまで入れます。1日で取る淡水の量はおよそ1石6頭290リットルほどで、4頭ダル4つ分です。この淡水は三塩神社そばの三塩組入れ所に運ばれ、三塩役所で煮詰められて荒塩となるのです。三塩浜より北へおよそ1キロメートル、二見町庄に三塩殿神社があります。この神社の後ろ、海岸沿いの松林に三塩組入れ所と三塩役所があります。三塩組入れ所は地面から直ちに茅屋根が葺かれた天地根源造り。間口2軒、奥行き3軒。三塩浜で4頭ダルに詰められた淡水はこの三塩組入れ所に運ばれます。中には12個の壺があり、淡水をここに移し入れます。淡水はろ過桶を通してきれいにした後、西隣の三塩役所に運び込みます。ここで三塩焼きの作業が行われ、淡水は荒塩となるのです。まず火を起こすことから始めます。古式にのっとり、三火切り具で起こした火を使います。三火切り具はヒノキの板の上で、山びわの木の心棒が回ります。火の粉は乾いたおがくずへ、そして杉の枯葉へと燃え移ります。中央の丸い管は粘土で作られ、ここに据えられた鉄の釜は
口径およそ2メートル、深さは15センチメートルほどあります。釜に100リットルほどの乾水が入れられます。3時間半から4時間ぐらい炊くと、20リットルほどの荒塩ができるのです。乾水が沸騰するにつれて泡が浮いてきます。この泡をそぶ取りという道具ですくい取ります。この作業は昼夜別なく続けられ、5日間で550リットルから700リットルほどの荒塩が作られます。焦げつかせては良い塩になりません。こびおこしでかき回しながら塩が焼きつかないようにします。ここは煙突も窓もありません。夏の真っ盛り、火と煙と湯気でむせ返る中で、ほとばしる汗との戦いです。作業の合間には荒塩を入れる俵を作ります。麦の藁と稲の藁を半々にして編んだもので、36リットルの荒塩を入れます。荒塩ができるまでの時間や、できる塩の分量は、乾水の濃さによって差が出ます。まるで無表情だった乾水は、赤みを帯びた無数のクレーターとなり、生き物のように思えます。これはよしと、潮船といわれる傾斜した台に移し開けます。塩はみるみるうちに白くなります。にがりが台を伝ってにがり壺に流れていくからです。鈍い光を放つ荒塩の誕生、神秘的な美しさがここにあります。作業員の表情には喜びに似た満足感にあふれます。荒塩はここから200メートルほど離れた三塩殿裏の三塩蔵に納められます。三塩殿の西の三塩殿神社では、毎年10月5日に三塩殿祭が行われます。今日は三塩殿祭です。神宮関係者や塩と関わる仕事に携わる人々、それに地元二見町の関係者など約250人が参列します。その後、三塩殿で三塩焼き固めが行われます。社殿の中にかまどがあり、ここで8月に作った荒塩を焼き固め、片塩を作ります。三塩焼き固めの作業は10月を第1回とし、以後1月、3月、6月と年4回行われるのです。この作業を見ようと多くの人がここを訪れますが、中に入ることは許されません。しかし、奉仕する吉井さんが社殿の入り口で作業の実演と説明をしてくださいます。三塩焼き固めは独特の形をした土器を使います。粘土を片板の上に伸ばし、その上に木型を置き、両側を上に折り曲げて作ります。粘土は神宮で使う土器を作っている滝郡明和町の土器調整所から運ばれます。この土器に荒塩を固く詰めます。約 1.1 リットル入ります。これを20個、かまどの中の周囲の段の上に並べるそうです。荒塩面が直接火に当たらないように外側を向けておくようです。かまどの火は、朝の8時頃から午後の3時頃まで炊き続け、翌朝焼き上がった片塩を取り出すのです。5日間で100個できます。3日目に60個、
5日目に40個を空筆に収め、下空に収めるのです。昔は御潮道として決められた一定の道筋を通って下空に運ばれたと伝えられています。神のご意志によって海に生まれ、人が育てた波の花御潮、それは神へのお供えに、お祓い、お清めの神事に、そして人々の食生活に今も昔も大切な存在と、揺るぎない地位を保ち、神と自然と人の織りなす絶えなる技がここに生きているのです。